お疲れ様です。ラットです。今日はですね、まあ、こちらのバルーンですね。あのなんか最近テンゴットかな、テンゴットがトロ上がってるんですよ今。珍しく、マジでこれ普通に珍しくなんか最近ずっとジェイ使っててペックしかいいよって言ってなんか泣いてたんですけど、なんか急にバルーン使ってグロ8位とかグロ1桁4位とか言ってたかな。はい、まあみたいで、ちょっと今覚醒してるっぽいんでね、こちらのデッキをパクらせていただこうかなと思います。はい、ってなわけで、まあ生き玉、まあ、ロリババの2スペバルーンなんですけど、なんかディガーが入ってるんですよね。まあディガーが入ることはおかしくないんですけど、なんかバルーンのディガー入ってるのって基本ザップなんですよね。まあ多義変ができるからディガープラスのザップでね、そうなんだけど、まあ生き玉プラスのディガーっていうのはちょい珍っちなんですけど、まあ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 強いのかな、多分強いっぽいんで使ってみたいと思います。はい、てなわけで、で公開値なんですよね、多分 3.0 だったかな平均なんで、まあ多分じゃんじゃん攻めて、多分防衛軽めな気がしますね。相手がなんかしてきた時に攻めて防衛させてからの、多分こっちが楽に防衛するのをメインでやっていかないと、多分受けから行くと多分守れないと思うんですよね。気持ち守れないっぽいんで、もうこれとかもアイゴレかぶせて、もう遅れていい、あはーやべ、これ調子乗ったかな。こういうことするから負けるんだよなマジで俺。あでもジャイサースピック、おしおしやば、待ってこれロリバやったかも、危ない、あコウモリが、まあえ、ちょっと待って、相手のデッキがなかなかやばいんですけど、ジャイ、え、やばいよね今、ジャイ出てないや、プリンスギャングフキア、まあプリンスギャングフキア、ロケットロケット、どっから来たロケット、やばいよね普通に、やばいよね。まあでも普通にロケット間に合わないでしょっていうバルーンが通りますね。わあ、あ、全然普通の出来だった。ごめんなさい。僕がおかしかったです。全然普通の出来だった。マジで。僕がおかしかっただけだ。これ絶対吹き矢がこっちに出るから。俺の読みこれ当たるから。お前かーい！まあいいや。俺。あ、はい来た。はい来た。これでもう一発ねじ伏せて、吹き矢も誘拐して勝ち。吹き矢、あ、吹き矢誘拐して。完璧、やば。今のやばくないですか？今のあの、アイゴレ微調整ね、アイゴレ調整でフキアとブリン両方処理していく、やばい、もう勝ったでしょ。だからこれケツマスケして逆にロケット誘うまであるんですもん、最強で。これはああなるほど、なんか面白いですね相手、おしゃれ攻め、俺もおしゃれ防衛していく。でこのマスケはまあ適当に守られるかな、なるほど。でそう、このデッキのいいところがまああのディガーがあるんで最後削れますね。ああなるほど、やばい、さてやばい、いやーけどこれいい防衛、しかも雪玉もあるんで、てか無視でもよかったんだけど、さすがに勝ちですね、さすがに。あババに一発、あマスケッティーや、あー島吹き矢が、ああなるほど、アイゴルお前神かよ、お前いつから神になったんだよ。はい、勝ち。もうこれにコウモリで雪玉で、あ、ボーン、降り。まあ、枯渇に出したら、シンプルに雪玉、ロリババ。まあ、強いですね。はい。いやー、出だし好調。でも、このデッキな、なんだろう、何がきついかな。普通にやっぱ火力がマスケとランバーとかしかないから、ゴレが多分きついっぽいっすけどね、気持ちゴレがきつい気がする。なんか普通に形作られたら止められずにサンクラ取られそうなこともあるんですけど、大丈夫か、雪玉ワンチャン雪玉で防衛できるまである。なんか雪玉最近なんかね強い、最近雪玉強くねっていう事件ぐらい強くねっていうのが起きちゃってますよね。ロリーババガゴー、もうこれバルーンいきます、アムロンいきまーすって感じ。じゃあ全然見たことないからわかんないんだけど、ごめんなさい。ああなるほど、
あー、この雪玉はちょっとシャシャリすぎないように。あー待って、このロリババがシャシャってるかも。やばいやばいやばい、やばい、待って、いや待って、これだ、まい、あーいい棒、でもこれ絶対相手ロリババなんで、てかロリババだったわ。ここでコウモリで、オッケー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 、でこれもう、あーディガ飛ばしたいけど我慢。なるほど、相手はエレキベビトラガゴの対空三種盛りっすね、のペッカだ。これなー、これもなかなかむずいよな。相手のエレキにバルーン当ててガゴに雪玉当てるのが多分最強なんですけど、そんな好都合なことはにできないんで、まあなんとか頑張りますか。多分これ普通に多分テンゴットなら勝てるって思うと頑張れる。よし、あーね、ここのランバーが多分やばいかもしんない、普通にやばいかもしんない。これで工場来たらちょいだるいけど、怖い、おいし、よし、キツガゴ、でこれはマスクサイって逆サイがだるいんでロリババで様子見。なるほど、アイテム様子見で、これはここに絶対ポイズン来ますね。なんで端前でコウモリ出して止める。あーなるほど、おし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 、あ、待って、マスケが、マスケが、あ、マスケが、ちょちょちょ、あ、じゃあバーバリン邪魔、バーバリン邪魔、おーお前、ちょちょちょ、おーお前、お前、お前、突進やめてくれ。いい防衛よこれ、いい防衛なんだけど、いやきつい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 、オッケー、いい防衛よ、いい防衛、あーバーバリン忙しいっすね、クラロワって忙しいや、気づいた。てかこれ相手対空普通に死んでくね。あ、まあ、エレキズシャン、うわ待って、コウモリ、お前らいける、殴れ殴り散らかせ、キャッキーで、これで雪玉気持ち打っとけばワンチャンも一発押し込む、押し込め、うわー、おわたゲーミング所属、あやばい、トモイやんこれな、全部守れるんだよな多分奇跡的に。おれやばくね、この雪玉の強さやばいよな、えやばくね、自分でもびっくりするぐらいやばいんだけど、これ端前ペック来て終わるみたいな世界見えてる。それな、気づいてた俺も、それされるの知ってた、知ってたけど防衛うまいな僕。ほらこれ、これ雪玉が神ってわかる。あ、オッケー、これもバルーンからのロリババで100、あ待って、ロリババ違う、お前ロリババじゃない、思いっきりアイゴレ、あーでもこれ待って、ワンチャン入る、ワンチャン入る、お前20ステロ、おら、やばい、気持ちやばい、気持ちだけやばいけど、これでコウモリで処理、おっきい、いいよ、いい展開、いい展開、しかもこれ気づいた、ディガー削り気づいた、このデッキの良さはディガー削りができる。あ待って、そんなことしてるとやばい、止まんない止まんない、でアイゴレコウモリ、あ、やばいやばい、待って待って待って、これロリバ絶対言うの来る、うん絶対来ると思った。あこれちょっとやばいかも、やばいやばい、待って待って待って、いや許容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 、これも許容、これも許容で、あ待って、これ攻めすぎ、ペッカー受けしないで、オッケー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 、いいよ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 、マジやる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 、でこれで絶対ここに言うの来るから、これ延命する、おら、あーお前お前お前ふざけんな、ちょっとすごいテンション、はい、なるほど、あ、え、あ、待って、そんな終わり方やめて、あー、終わっちゃった、ちょっと、だってやばい、なんか、もうしんど、これな、これでも絶対勝てたっすよね、絶対勝てた、まあそういうこともあるよねっていうので、まあラストワンですね今のな、もったいないな、なんかえっていう終わり方した今で、途中、まあ、エレキ来るののロリババ転がすのアイゴレでミスったのとか、あとはなんかワンチャンなんか雪玉別にいらんかったとこでね、もう一発欲張って雪玉とかしたから、ああいうところですね、多分ああいうの丁寧にいっとけば変にね大カウンター来ることもなくいけてたんで、多分基本防衛雪玉でいいのかな、一発いけそうな時ぐらいに行く感じかな。これもあれ、ババコアデッキ読み、ババコアデッキで対空がない読みの、あコウモリ相手もあんの早っ、当てたライドラ、まあ、これキング起動させてもらおう、これマジで大事、この序盤のこのキング起動マジで大事なんだけど、これマジでむずいの、
ポイント。トゥトゥトゥー。はーい。ありがとう。ありがとう。グッドゲーム言うとこ。これもう勝ったでしょ。気持ちね。気持ち勝ったから。はーい。相手は怒ってますね。まあ、ババコヤがそこまで怖くないですよね。マスケットオーカーだと。グッドゲーム。これ逆サイランババルにしてもいいけど、ランバー釣られるか。相手のホバリングが厄介ですね。ホバリング出されて、それ、ここのホバリングでマスク処理とか一番だるい。ああ、なるほど。これ多分ゴリ押しでいいと思う。ゴリ押しで、片手作って、OK。いや、さすがにやばいか。さすがにやりすぎ。いや、さすがにひどいな、これ。でも、いや、言うて？はい。はい、出たー。雪玉 OP。やばいね。これを見ると、本当に雪玉が強いと思ってしまう。普通になんか今環境なんだろうね。雪玉がなんか気持ちいい。てかまあ使われてなかっただけ説もあるんですけど。これランバーバルーンすれば絶対通るんですよね。逆サイ、バルーンは。一発、でも一発なんだよな。もっともっと通したいよね。これ同じことだけど繰り返す。負けない。同じことを繰り返していくと、ハードカウンター受けて負けるっていうもう世界見えた。いや、ワンチャンこれ。やばいよね。これやばいよね。もう相手カウンターの構えしてる。やばいやばいやばい。ちょっと待って。まあでも、相手ファイボーロリババとかだから多分絶対処理できないよね、マスケを。これ、マスケが OP。はい、来たーゴーで、これババがどうせ壊れるから美味しい。で、もう一回また後ろマスケで、ゆっくり行くと、多分相手のババコヤが一回ここですね。ここのランババルーンに相手はババコヤ出せないんですよ。だから相手はライザルとかで頑張って防衛してくるんだけど、まあファイボか。で、防衛してくるところを、僕は攻めたいです。一回ここでちょっと浮気する。逆サイに浮気すると相手は苦しい。ああお前使うんかい。これでロリババか。あはで、ババコヤが回ると。惜しいですね。惜しい。やってることは惜しいんですけどね。で、ここで、ババコを逆サイ立てる読みのランババルーン。コウモリも追加。あはー、綺麗に防衛された。なるほど。まあ、ババコヤがあると通んないけど、今のでババコヤ壊せれるのはすごい美味しい。てか、まあ、最悪ディガー削りでいいや、今から。ってなわけで、チクチク行きたいけど、あんまりディガー削りをしすぎちゃうとよくないんだよね。うん。気持ちね。気持ちよくないから、コウモリに、いいや。オッケー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 。ワンチャン有能とか来る。いや、来ない。あ、勝った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 。これ絶対勝ったでしょ。相手ババカのコスト絶対ないから、来てコウモリだから、あと5か。おら。強いなぁ。雪玉ゴッド。テンゴッドも雪玉ゴッドに改名すればいいのに。さすがにいっちゃう？やったかな、これ。やばい。やったわ、さては。あー。やばい。まあ、けど、もう負けない。相手やばい。めちゃくちゃ頑張って防衛するけど、これもうバルーンが逆に通るっていうやつよくあるよね、こういうの。こういうの逆によくあるやつ。ほい。オッケーで、もういろいろ入る、いろいろ入る。こういう言うのとか来ても、雪玉でバーン。あ、グッディ。グッドゲームでした。いやー、まあ、なかなかむずいっすね、でも。なんか、バルーンを飛ばすと、てか雪玉とかこういう軽いやつでも、なんか飛ばしちゃうと一気にハードカウンターとか向きったりするから、なんかスペル削りいきたいけど、行き過ぎちゃうとハードカウンターで負けちゃうっていうのがありますね。でも意外と雪玉強くて防衛できたんで、まあまあ、まあまあなのかな。はい。よくわかんねえや。はい、というわけで、まあ、今回ね、このバルーン、なんか最近っていうか、本当に今、多分、今、本当にちょうど今、流行りっぽいんで、ぜひぜひ、皆さん使ってみてください。はい、というわけで、今日は終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。では、甘い甘い。